こんにちは、オーメンズイレブンです。本日は先日急遽予約した宿に向かいます。いつものように宿を予約サイトを眺めていたら、目を疑うほどのコスパのいい宿を見つけてしまいました。福島県の芦ノ牧温泉。初めて行く温泉地だ。今回は車中泊ではなく、早起きして現地へ向かうことにした。天気にも恵まれたので、まずは観光を楽しみたい。福島県、何年ぶりに行くだろうか。東北道を走っていると、羽生、館林、佐野、県で表すと埼玉、群馬、栃木、数分の間でこの3県に足を踏み入れる瞬間がある。その瞬間、子供心が湧いて嬉しくなってしまう自分がいる。福島県に到着。時間は十分にあるので、まずは一つ目の観光地へ。なんと癒される風景だろうか。一つ目の観光スポットは西の里遊歩道。雪解け水で川がすごく綺麗だ。観光客は一人もいない。トイレ休憩もしたかったのだが、トイレの荒れようが絶望的だった。それにしても落ち着く場所だ。腹痛がそろそろ限界に近づいてきたので、次の観光地へ向かう。冷や汗が出てきた。気がつけば雪景色。二つ目の観光地に到着だ。ちらほらと観光客が見える。過去に一度だけ来たことがあり、印象的だったので、また来てみたいと思っていた。しかし、今回は残念ながら橋が封鎖されていた。橋の向こうのくぼみも歩けた記憶がある。
次の観光地へ。道中で車を止められるスペースを見つけた。ずっと眺めていられる。先ほどの塔のへつりと今向かっている大内宿はセットで行く人が多いらしい。距離もそれほど遠くなく、すぐに到着した。この風情を見てくれ。大内宿といえば、ネギを箸の香りにして食べるネギそばだ。今日はすでにそばを食べてきたので、今回は金つばを狙っていたのだが、残念ながら定休日だった。平日観光は空いていていい面もあるが、こういう悪い面もある。大内宿は入場料もなく無料で入れるのもまた風情。この景色に涙した。金つばが買えなかったので、こんにゃくと甘酒で乾杯。そろそろ宿に向かうか。今回の宿の金額だが、一泊二食付き、チェックアウト11時で一人13,000円だ。これから部屋を見ていただいて、この価格がどれだけ破格かを感じていただきたい。その前に酒や食料に到達だ。今回も濁り酒を買おう。ホテルに到着。広々としたロビー。売店もかなりの広さ。大浴場前の休憩スペース。それでは部屋を泊む。今回泊まるのはこのホテルの離れだ。離れ専用の入り口から入って、長い通路をひたすらに歩く。部屋の前に到着。緊張してきた。玄関がいきなり広い。6畳の寝室。隣に4畳半の掘りごたつの部屋。そして12畳の居間。極めつけに
質温泉風呂だ。これで13,000円は考えられない。興奮が冷めないうちに温泉街の散策へ向かうことにした。温泉街は決して大きくはない。そんな中でも大規模の宿があり、にぎわいはあった。温泉街自体が渓流沿いにあり、景色もいい。しかし、温泉街特有の廃墟も少なくはなかった。廃墟を見るたびに、昔はにぎわっていたことをいつも想像してしまい、悲しい気持ちに襲われる。一度でいいから温泉街のスナックに行ってみたい。さて、部屋に戻るか。部屋に戻ると、お茶の香りが迎えてくれた。温泉に入って休憩するか。興奮のせいなのか、全然眠ることができなかった。あっという間に夜を迎え、夕食の時間だ。宿で夕食を食べるのは、このチャンネルでは初めての出来事だ。夕食の会場は個室で案内された。さあ、始まりだ。肉、エビ、アワビという豪華なラインナップ、すべて美味しかった。もう満腹だ。何度も言うが、これで13,000円だ。この部屋を超えるコスパの宿に今後出会える気がしない。少し休憩して、また温泉に入るか。温泉の後はいつもの部屋飲みだ。前日から全然寝ていなかったため、すぐに睡魔に負けた。朝だ。雨が降っている。重い体を温泉で軽くする。そしていつもは食べない朝食へ。昨晩とは違う食事の会場だ。ただただ広いレストランのようだ。そしてこの景色、一つ一つ
小皿に分けられた料理。どれから食べていいか迷ってしまった。もうこの宿ともお別れの時間か。子供の頃こんな夢を見たんだ。自分の体に羽をつけて空を飛ぶ夢。あと何回見られるのかな。あとどれだけの夢を持てるんだろう。さあ次はどこへ行こうか。こっち部屋で、これはい、今あってで、こっちにも部屋あってで、こっちにも部屋あって、よーい、すごーい、すごーい。